ではお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、これマスクしてるから、このちょっとマスク、マスク映ってるんだろうけど、このマスクはちょっとあのクラウドファンディングのリターンのマスクです。あ、そうなんだ、よろしくお願いします。しっかりしてますね、うん、生地が結構厚めで、うんうん、守られてる、すごい、本当に守られてるから守られてるか、でもちょっと厚いあー、そっか、プロから取らないとお酒が飲めないんでどうぞどうぞどうぞ、私は防御されてる。あ、そうですか。いやいや、今日本当ありがとうございました。ありがとうございました。なんか今日初めての配信ライブっていうことだったんですけど、はい、こんな感じでしたが、あの、どうでしたか？すごいぎこちないじゃないですか。硬い。いやいやいや、ねえ、配信ライブ、僕らでやるのは初めてだったし、ね、普通にね、普段 MC もあれじゃないですか。うん、ロボットがやったりとかもしてるし。なんかこう司会とかやっていただいて進めるとすごいやりやすかった、うん、本当ですか。いつも言ってほしいって思いました。いつもなんと雇いましょう。そうですね、なんかたどたどしくて急にあの頭の中真っ白になって何喋ってるか分かんない時があるぐらいだけど全然そんな感じなかったですね。うん、僕はあのなんか邪魔なものが映ってる時の、うん、うっかりそのワイプですかっていう時にちゃんと答えてくれなかったから、あ、多分テンパってるんだろうなって。セカンドステージの前のトークの時間ね、すごいなんかにこやかに、にこやかな感情ずっと保ってるから、うん、そんなテンパってると思わなくて、そういうこと言ったら意外とそうでもなかった。にこやかにテンパってる。なんて言ったんだっけ。え、いやだから邪魔なものが映ってたんでってうっかりさんが言ったから、うん、あ、それカリさんのワイプですかって言ってた。ボケのつもりで。なんて言ってたのね。いや、なんかちょっとあのテンパってんねみたいな感じだった。相手にされない。後で見直してください。すいませんでした。配信。マジで余裕がない。そう、あ、悪いことしたなと思ってすいませんでした。なんかその前に確かアルバム紹介してて、はい、でアルバムジャケットこうやってやってくれて、はい、マヤさんがでアップにしてたんですけど、はい、実はその邪魔なやつで見えてなかったって。ああ、そうだったんだ。あ、やっちまったと思って。最後にね、もう一回。もう一回やらせていただき、そう、フランスガムさんにもそこで触れられたし。はい、結果オーライ。結果オーライ。結果オーライにしましたね。結果オーライ。強引に。結果オーライにしました。基本ポジティブなんで。結果オーライです。ここで、会場シモア、阿佐ヶ谷のシモアなんだけど、はい、2回目ですよね、ここでやること自体は。うん、去年やらせて。ちょうど1年前。うん、去年実は、阿佐ヶ谷のジャズストリートで、自分が、うん、結構8、9ユニットぐらい呼んだ時に、ザクロさんもお招きして、その時が初めましてぐらいの。そうで、私は初めましてです。ですよね、ですよね。はい。その説はありがとうございます。こちらもさ、あの日もすごい楽しかったです。楽しかったですね。本当お祭りみたいな。はい。新型コロナウイルスがない時代なんで、もう三つ三つで、三つ三つでやって。ね、まさか1年後にこんなことに。まなんか本当マンツーマンマンツーマンライブみたいな感じで、まあもちろん配信してるんですけど、いやだって その頃ね、うっかりさんもまさか1年後に自分がそんな配信機材を揃えてるなんて、うん、そうそうそう、思ってもいなかった。配信やるなんて思いもよらず、ね、今では配信屋さんみたいな感じ。うっかりさん何かあればこの人に。配信のことであればみたいな。全部タダでやってくれる。そんなことあ、ただで、ただで。そんなことはない。やめなさい。熱い。やっぱすいません。すいませんでした。熱い情熱がやっぱり。熱い情熱。熱い情熱が。情熱が。今日はそれキーワードですね。情熱がよろしくお願いします。熱い情熱、つまりって。つまり。見たと思えば。俺もそれ使っていいですか。あ、いいっす、いいっす。
皆さんからの熱い情熱、かっこ投げ銭、つまりつまりなんか投げ銭ってすげえ言いにくくて、なんか金くれ金くれって言ってるみたいじゃないですか。もちろん結果的にそうなんだけど、うん、でもなんかもっと先に思いがあるなと思ってそこを伝えたくて。あ、確かにそうですね、お金の前に思いがあって。でも配信ライブだとその短い時間の間にもうほんとストレートで言うしかないから。まあそうっすよね、うん、でアーティストにあんまり言ってもらわないようにしようと思って、自分が言ってやってもらうのが一番美しい形かなと思って。ありがとうございます。なんとかちゃんとお気遣いを。や、今日配信どうでした？なんかやってる最中とかなんかいろいろなんかありました？やってる時は別にいつも通り、うん、私はいつもより緊張しました。いつもより緊張した、はい、どっちかというとこの方向ですよね。あ、緊張してるなとか。あ、そうです、うん、あ、なるほど。まあ、演奏自体は別に普通にできたけど、うん、普通に演奏はやりやすかったです。演奏やりやすかったですか、はい、あ、よかった。そうですね、やっぱ配信カメラがなんか3つあるから。なんでですかね、どういう心理状態なんですかね。人がいないのに緊張するやっぱいつもと環境が違うから。あ、それもあるかもしれない。何なんですかね、カメラの向こうの人を感じてるんでしょうか。でも、まあ、自分でも分からないです、ね、でもいつもと変わらないんですけどね、やってる感じはね、やってる感じは、うん、でもなんかちょっと違うエネルギー使ってる的な。すごい喉乾きました。なんか結構レコーディングに近いっていうか、なんか集中力的な、うん、なんていうんですか、残っちゃうじゃないですか、アーカイブもね、うん、残っちゃったら、ね、その場限りじゃない。そう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 、その感じもあるし、巻き戻せるっていうのがね。ああ、過去を振り返って、うん、ね、なかなかね、ライブを巻き戻してみることなんて、うん、今までなかった。そうじゃないですか、うん、まあ、うん、なんかそういう DVD とかライブ DVD とかはあったけど、うん、僕らみたいなライブに関してはないじゃないですか。だからって言って手抜いてるとかじゃないんだけど、なんかね、不思議な感じですよね、うん、このちょっと YouTube ライブ今のところずっと残しておこうと思うんですけど、はい、いいですか、いいですか。ちょっとそれは一回見てから検討させて。いや、もしかしたら最終回だけないっていうことも、ね、最終回だけないか。子供の声が聞こえたとか言ってびっくりした。そこでもう切りましょう。あれ今なんか子供がさーみたいな怖いきなりホラー映像になってる。そうだ、ちょっと10回目は見せられない、見せられない映ったので削除しました。本当にやばいっていう形で、もし後から見て、あ、今日演奏ダメだったなと思ったら、うん、そういう形で消していただく、そういう形で理由をつけて、理由をつけて、例をつけて、そんなバチ当たりますね。そうでしたね。演奏がうまくいかなかったの、例をつけて。僕的には本当にすごい、すげえいいなって思いました。演奏がですか、あ、パフォーマンスだ。あ、ありがとうございます。何を気にしているんだろうと。ちょっとね、硬かったね。ちょっと最初、硬かった、はい、なかなかね、ね、人がいない。まあでもリハの時もね、人はいないけど、うん、でもやっぱ聞かれてるっていうのがね。あ、まあ、インターネット越しに何人、どういう人が見てるか分かんないっていう、うん、路上でリハしたらこんな感じなの。いや、でも路上は聞いてないですかね。聞いてない、うん、路上ライブとかもやったりするんですか。一回もないよね、ない、あの我々では、うん、あ、ザクロではない、うん、やりたいとかはそんなに思わない。あ、でもやってみたいですよね、うん、なんかちゃんとやりますか。あの僕がまだ格好的に決まってないので、格好的に、あ、行く方向が決まってないので。なるほど、私も決まってないので注目してる。でもなんか雰囲気は似てるって、方向性は一緒みたいな、でもなんか感じはしますけどね。やるならちゃんとね、もっとちゃんと衣装着て
路上とかだったらやりたい。なるほど、うん、だから今来ましたみたいな青で、ね、たまたまっていうか1年前なんですよこれ。1年前そうそう、ここでやった時に、うん、初めて衣装の色があったんですよ。あ、そうだった。それまではそう、バラバラで、そう、完全にバラバラだったんですけど。そうだったんだ。去年こう来た時にね、初めて衣装がいい感じにあって、いい感じに今ザクロのツイッターアカウントはその時の写真に、うん、あ、そうだったんだ、いただいてます、なるほど、それよかった。でも今日の配信のあのね、宣伝画面はまだ違うやつ、うん、まあ、でも可愛いからあれ、うん、これ可愛らしい感じ、可愛いですよ、うん、誰かあのチリジャケット描いてくれたフランスバムさんの展示で演奏した時なので、うん、あ、そうだったんだ、バッグが可愛い、うん、あと、お花作家の、ね、お花さんとの作品も飾られて、それの、あの、こうブローチ、二人ともつけてて、うんうんうん、ちょっと可愛い子ぶってる写真、ちょっと後ろにミモザあって、ちょっと可愛いのを使わせてて、いいですか。フランスガムさんの絵と、すごいなんか、はい、あのザクロのなんか音楽曲とのなんか世界観がすごい合ってるなと思って、嬉しいです、すごい素敵ですね、うんうん、もうフランスガムさんはマブダチですね、はい、想像以上のマブダチなんです、想像以上に、そうそう、マブダチ、想像以上は違うこと言う、すごい、なんかそのマスクの感じでマブダチっていうのがすごいそれっぽいヤンキー的なマブちゃんはそういう、マブなんで、また個展とかであったらぜひ見に行きたいですね。すごいたくさんやってるので、あ、そうなんですね、はい、うん、で今の時期だとオンラインとかもあったりするかもしれないので、なるほど、はい、要チェック、ぜひぜひ要チェック、本当に素晴らしい、この路線の西荻窪にある、はい、こここの子猫のさ、この子猫の子、この子猫の子、猫の子さんっていう、この子猫の子、お料理屋さん、美味しいご飯屋さん、あ、飲食店、そうです、うん、そこのシャッター今、はい、そうそう、書いてる、フランスガムさん書いているので、あ、そうなんですね、とても可愛いので、もしもし大きくもお散歩の時はご覧になって、閉まってる時、閉まってる時に行けば見れる、見れる、多分今週完成なのかな、あ、言ってた、うん、あと今作成中、作成中です、だいぶ形できて、うん、きて最後に目を入れるみたいなこと言ってましたね、だるま方式で、うん、いいですね、見てみた、うん、すごい、なんかめちゃめちゃ美味しい、あ、お店もすごい、どういう系のお店か分かりますか、どういう系、なんか美味しい、美味しい、トムヤムラーメンって言ってた、トムヤムトムヤムラーメンもあるよもある、なんかいろいろあって、いろいろ多国籍な感じですかね、おそらくちょっと中途半端な説明できない、うん、そうですね、まあこれは、ね、調べます、調べていただいて、この子、猫の子、猫猫の子、はい、猫好きってことですね、あ、そうなんです、店主さんも猫飼っていて、僕も猫好きなので、いやー、だ、シャモアの店主も猫好きで、はい、上に猫います、あ、そうなんですね、え、上に猫、なんか上にもあの部屋があって、はい、実はいいですね、僕も猫好きなんですけど、え、そうなの、ものすごい猫アレルギーなんですよ、アレルギーね、はいはいはい、近寄れない、うん、すっごい好きなんですよ、うん、めちゃめちゃ好きなんですけど、めちゃめちゃ好きだけど近寄れない、本当に命の危険を感じるぐらい、もうすぐなんか痒くなるみたいな、呼吸できなくなる、あ、もうそんなレベル、うん、やばい、それ無理だね、ね、それって猫だけなの、他も怪しいよね、怪しいっすね、毛は、毛むくじゃらの、もともと犬は苦手なんで、あ、そうなん、あんまり近寄ってないですけど、女の子みたいだね、ほんとっすか、犬苦手で猫好きって男の人あんま見たことない、ほんとっすか、しかもそういう感じに見えなかったからびっくりした、え、ほんとですか、うん、男の人は結構犬好きなんですか、あ、偏見かな、っていうかこの感じの人は白川さんのこういう感じの人だってね、わかんない、世代なのかわかんないですけど、うん、あの犬に追っかけ回されたりとか、あ、野犬とか、あ、昔ね、野犬怖いよね、私もそれで犬ダメ、いや、そうっすよね
そういう時代に。まあ俺別に野犬はいなかったんですけど、でも結構野良犬とか、ね、その辺歩いてた時だったんで、追っかけられたりとか。うん、子供の時は余計ね、怖かったですよね。怖いっすよね。すげえ吠えられたりとかするし、あの時ね、狂犬病の犬とかも、はい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 、噛まれるとやばいみたいな、ね、今みたいなあんなトイプードルとかそんな歩いてなかった時代じゃないですか。割とね、しっかりした。ちょっと中型ぐらいのね。そう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 。追いかけてきた。ねえ、うん、だったから。ね、猫、ね、あ、犬はそもそもそんなに好きではなくて、そう猫はめっちゃ好きだけど、めっちゃ好きだけどアレルギー。アレルギー。あ、じゃあ動物をめでることができない。できないんですよ。本当に鳥はインコとか、いやもう絶対 NG です。絶対 NG。 鳥が一番苦手です。あ、体的に、いや、アレルギーとかじゃなくて、あ、普通に苦手なんです。普通に苦手。え、どの辺が。もう全てが。見た目もそうですし、多分これもトラウマだと思うんですけど、子供の頃は。あ、そうなんだね。うん、あ、じゃあ唯一動物、猫が好きってこと。あ、まあ、ほぼそうですね。すごい意外なんだ。触ってくれって言われて触れるのは猫だけかもしれない。でもアレルギーだから。そう、触れない。あ、悲しい。いや、でも触りますよ。あ、触るんだ。触る、触るけど反応が、もうその手で間違っても顔触ったりは絶対できないみたいな。へえ、かわいそう。すごい好きなの。ゆかりさん、お好きで飼ってはいらっしゃるんですか。僕ずっと飼ってて、うん、あ、飼ってたの。去年死んじゃったんですよ、17年間。やだ、え、そんなに。ずっと子猫の時から飼ってて、そう。で、去年亡くなってしまって、ちょっと今、昇進なんです。え、そうなんですか。そうですね。そんな長く飼ったことなくて。まあ、17年って長いですね。17、なんか、3歳ぐらいから買って、寿命、そんなにずっと一緒にいたらね、うん、それは昇進しますね。動物とそんな長くいたの初めてだから、ね、残念だけど、生きとし生けるものはしょうがなくて。そう、まあそうですよね。我々も、我々もいつか、そうですね、100年ぐらいも絶対いないですからね。100年後にもいないかもしれない。え、明日にもいない。あ、まあ、その可能性はあります。そういう気持ち好きです。そうです、そういう気持ちで毎日生きようと思って。これが彼らを見た最後の姿だった。何それ。なんかの感想。映画、映像。ホラーの日ですね。ホラーの日。今日はホラーの日。でも本当、全然アフタートーク、配信ライブ、本当に今日最後だったんですけど、10回やるっていう企画で、最後にこんな編集があるから、ね、全然編集して、切って切って、貼って貼って。でもなんか、今回結構なんか思ったよりはうまくいったなと思って、で映像とか音とか思ったより綺麗に撮れて良かったなっていう声が多かったから、で続けていきたいけど、なんかやっぱ改善するところもあるかなと思って、うん、なんか改善してほしいなと思ったとこって、そんな今日なんかありませんでしょ。それ自分たちのことでいっぱいいっぱい。そうですね、改善してほしいなと思ったところはあれですね、さっきの受け答えボケたのにする材料みたいな。そうですね、あそこを拾ってもらえたら。拾ってもらえたら。レベル高いな。ちょいちょいちょいとか言ってくれる。ちょいちょいちょいぐらい言えと。わかりました、次回は。でもね、やっぱそれだけなんかすごいちゃんと責任を持ってやってくれてんだなってそこで思って、なんか茶化そうとした俺が悪かったなって、すいませんでしたと。そのぐらいの愛嬌を持てるように頑張ります。で、そんなダメ出しじゃないですよ、全然。本当に、いやでも、ウクレさんの映像すごいさっき見せてもらってかっこよかったし。本当ですか。で、ね、先週も
やっていただいて、あ違う場所でね、うん、違う場所で、うん、ねやってもらったのもすごい良かったし、うん、なんか噂で、まあ、これ別に使ってもどうでもいいんですけど、はい、なんか映像のまあその機材とか持ってない人だけど、うんうん、なんか見てウクレさんのやつ見て、うん、わすごいって言ってる人がいたらしいですよ。マジですか。嬉しい。やる気湧きます。なんか今度その配信してもらおうって言ってお願いしてる人らしいんですけど、うんその人に、まあ、なんか前その同じ会場で、はいはい、あのこういうって依頼した人が見せ、うかりさんのやつを見せたらこういう感じで、って私この3カメも持ってないからあこの映像は撮れませんけどいいですかって言われて、なるほど、だからすごいさなんかこういう感じでって言われるみたいな、こういうサンプル、あ、違うかいや、だからもうあのこう同じ会場でこういう配信があったんですっていうのでゆっくりさんの映像を紹介されて、なるほどなるほど、そうそう、こんなのできないですけど、嬉しい。もうこれ家で自信なくしたらゆっくりさん見てください。わかりました。映像でいつか自信をなくしたらいやまだ本当初心者みたいな感じなんで、やっと慣れてきたなっていう感じだから、多分見る人が見たらすごい突っ込みどころあるなと思ってて、ただなんか、うん、あの同じ会場にいて、まあ、もちろんあの出演者で僕もやってる中だと分かんないと思うけど、多分もっと俯瞰的に見られたら突っ込まれることもあると思う。まあそれはね、うん、それはあると思いますけど、そういうのちょっとまたなんか改善できたらいいなっていう。そんなこと言ったら僕らの演奏だね見る人が見たらどこらやみたいな、マニアシジャズじゃないのか、そうだっていうことはあるし、なんかちょっと我慢して見てみたけど蚊に触るわとかいいんですよ。でも本当そういうこと好き嫌いは別に、まあ、好き嫌いは自分が好きだったらいいじゃないですか。あるしね、じゃあちょっともうこんな感じでちょっとトーク終わろうと思うんですけど、あ、ま、終わりますか、まだ出てくれますかいいと思うですよねうちらの世代だと分かってくれるまた来てくれるかなありがとうございました。ありがとうございました。